どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、小川淳也さんの動画にコメントをちょっとしたんですよ。まあ割とぶっきらぼうな動画コメントだったんですよね、私の方からは。まあしかしこのコメントをつけたところ、この動画を作ってくださった方がなんとね、私のね動画をご覧になってくださったみたいですね。で、私が短い言葉でコメントしたものをまあちょっと長めに説明した動画の方にたどり着いてくださって、そちらの方を見てくださって、で私がつけたコメント欄にコメント返信をしてくださったんですよね。まあその内容をね、やっぱりこう見るに値するなというふうに、まあ偉そうにもね思いましたんで、コピーペーストして今ねしっかりと読まさせてもらってるんですよ。で、私ね、小川淳也さんのチャンネルにコメントつけたつもりだったんですけども、これ切り抜きのチャンネルだったんですね。はい、ということでね、タイトルは26歳原田龍馬、下北沢にて熱い応援演説ということでございました。まあそこにね、駆けつけた小川淳也さんをこの度この小川淳也総理への道切り抜きというねチャンネルを作ってくださった方が、まあ、私のコメントに、まあ、思いを止めてですね、私の動画まで見に来てくださったということでございます。まあそのあたりね、本当ありがとうございます。私もねちょっとぶっきらぼなコメントをつけましたけども、まあ、小川淳也さんについてはですね、特に恨みがあるわけではないんですけども、ただやっぱりねちょっと表現がすごく丁寧ではあるんですが、高圧的だったりね、要するに弱者切り捨ての面でかなりの発信をされてるんではなかろうかと思うんですよね。で、いろいろと補足の説明をこの度、この動画を作ってくださった方、切り抜きの方にいただいたんで、多少噛み砕くことはできたのと、まあ、それは分かった上で言ってるんだよってところが織り交ざってね、まあ、いろいろとまた思うところがありますんで、コメント、いただいたコメントを読みながら私の気持ちもちょっとお話したいかなと思います。それからやっぱりね、話せばわかる仲だと思うんでね、よろしかったらこの動画もご覧いただけましたら、なんかね、山本太郎さんと、別に比較はしなくていいんで、小川淳也さんについてのいろんな意見交換をできれば幸いですんで、またその際はね、メールなどでメッセージいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。それではちょっと画面切り替えながら読まさせてもらいます。どうぞ。